発音が自分でここって意識してるのか、してないのかが、わからないように弾いていると、結局、弓の性能も楽器の性能も発音っていう意味での切り口が、ご自分でもわからなくなってしまう。ご自分が意識してないものが、その弓の良し悪しとかそういったものが発音性がいいか悪いかは、まずわからないと思うんですよね。音楽には、出だしが、ここっていうのが、はっきり聴衆にわからないように出たい時もあると思うんですよね。それは、ひょっとしたら、自分もどこで音が出るかわからないぐらいの感じで、ですからそれは発音を意識するというよりは、発音がどこっていうのが意識し、ん?発音がどこってわからないのを、わからないようにを意識して弾くっていう変な言い方ですけども、になるのかと思うんですけども。で、じゃあその例としてね、その発音ができるだけわからないように、聴衆にわかりたくないような弾き方もあると思うんですね。で、それをちょっとやっていただこうかなと思うんですけども。それではその発音を意識しない、意識しないというか、その聴衆がその発音の瞬間ができるだけわからないように弾くような弾き方ですね。はい、ありがとうございます。はい、今はその発音がわざとはっきりする弾き方で弾いていただいたんですが、やはりその曲に合うか合わないかっていうと、今のような弾き方をしてしまうと、やっぱ台無しっていう感じ、そのシベリウスの初めの出だしとしてはですね、そういう感じじゃないと思うんですけれども、ですからもちろん曲によってその発音のコントロールっていうのはしなければいけないと思うんですけども、その日常を練習するにあたっては、やはりその常に発音を、ご自分でいつその音を出すか、どれぐらいの長さの音符を弾くかっていう、で、弓のどこを使ってどこまで弾くかとかですね、それを意識していかないと、それが基本だと思うんですね。最初からその発音がわからない弾き方を会得しようと思っても、それは難しいですし、発音がいつ行われているかわからないような、どの曲を弾いてもそういうふうになってしまっているとすれば、それはやっぱり問題があると思うので、で、ここからはじゃあその発音っていうのをどうやって意識していくかっていうことをちょっとやっていこうかなと思います。